お座りぐらいしかできないから。あ、ちょっとじゃあお座りしてもらっていいですか。元気ちゃんお座りは。お座りは。元気ちゃんお座りは。お座りは。元気ちゃんお座り。お座りは。お座りは。元気ちゃんお座り。お座りは。お座りは元気ちゃん。お座りは。元気ちゃんお座りは。お座りは元気ちゃん。元気ちゃんお座りは。難しいんかな。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は犬のお散歩をしている人にソーシャルディスタンスを保ちながらインタビュー。投稿してもらった動画もお届けします。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。日本ケア毒協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園。トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール。基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ワン。おはようございます。猫ワンです。今日は、コロナの影響で直接取材にもなかなか行けないということで公園にやってまいりました。公園でソーシャルディスタンスを保ちながら犬の散歩をしている方にお話を聞いてみようと思います。お散歩ハンター。では行ってみよう。怪しいですか。ですよね。こう頭の上にはですね、スマホのカメラを装着しています。こんな人に話しかけられたくないですよね。いい天気ですね。走ってる人間はいるんですけど、ワンちゃんいないです。ちょっと時間遅かったかな。ソーシャルディスタンス保ってください。2メートル。ワンちゃん、ワンちゃんはいねが、ワンちゃんはいねが。一匹もいませんよ。もうそろそろ9時ですか。みんなもっと早いんですかね。はい。助けていただけたらと思うんですよ。あ、ワンちゃんの。何歳ですか。6歳。6歳、綺麗ですね、はい、こっちの元気ちゃんは10を。おお、長生き。特技はあります。ちょっと見せてもらっていいですか、太郎ちゃん。ちょっと緊張して。ハローテーマ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 。タロちゃん。タロちゃん。ハローテーマ。タロちゃん。緊張しますかね、変な人が。ね、元気ちゃんはどうですか、何か。元気ちゃんはお座りぐらいしかできないから。あ、ちょっとじゃあお座りしてもらっていいですか。元気ちゃんお座りは。
お座りは、元気ちゃん、お座りは、お座りは、元気ちゃん、お座り、お座りは、お座りは、元気ちゃん、お座り、お座りは、お座りは、元気ちゃん、お座りは、元気ちゃん、お座りは、お座りは、元気ちゃん、元気ちゃん、お座りは、難しいんかな。はい、こんなのができる。あ、お願いします。おー、かわいいですね。へー、もう一回いいですか。はい、早く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 。うわー、かわいい。これどうやって教えたんですか。自然と覚えたんですか。去年の桜の時にも花見があってね、はい、バーベキューするじゃないですか、はい、で余った肉とかこんなとこしてとるんですよ、食べてから腹壊してから。うわ、うん、それはいかん、はい、食べるもんは、まあ、持ってきたもんはね、持って帰るよね、家にね、うん、あちこちしたいんと。はい、分かりました。元気ちゃん、太郎くん、お散歩中お邪魔しました。 CM の後は投稿動画その1です。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。たまちゃん、何しよう。たまちゃん、臭いでしょ。たまちゃん、ちゃん、何しよった。ここら辺にライオンがいるって聞いたんですけど、知りませんか。あ、ちょっとわかりませんね。ちょっと聞いたことないですね。何それ、おいしいの。僕ですか。ライオンなんて見たことありません。おまやー。そうくん、年上の女の子ララちゃんにペロペロされて至福の時。続いてはワンちゃん。あー、かっこいい。おいで、ララちゃん。撮影のご褒美、よかったね。この猫はパンちゃん、麦茶を飲んでいます。はい、初対面です。パンちゃんに弟ができました。見えますか。見えそうないよ。はいはいはい。あ、お目目の尻尾が膨らんでます。こちらは砂浜を散歩するコナンくんとランちゃん。お尻がかわいいな。お顔も見たいですよ。コナン、お顔。楽しい。
も猫ワンを応援しています。猫ワン散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。いやー、おとなしいですね。よくドッグラン来られてるんですか？そうですね、週に何回ぐらい？週が2回目ですかね。うわ、これは嬉しいでしょうね。じゃあお名前教えてください。麦です。何歳？1歳です。麦ちゃんはどんな字を書くんですか？普通にひらがなだったり。ひらがなで、はい、麦ちゃん1歳。はい、種類は何て言うんですか？この子はマルチーズとヨークシャテリアのミックスです。へえ、毛が柔らかそうですね。出たがりちゃんですか？そうですね、人が大好きなので。人が大好き。でも泣かないのが偉いな。あ、なんか仕草が可愛いですね。ふとした仕草が。そんなことない。はい、性格とか教えてもらっていいですか？性格はもう活発で人懐っこい、うん、って感じですかね。うん、おこっちも気がついてくれました。ソーシャルディスタンス保って、なんかしつけとかされてるんですか？あ、はい、しつけ教室には行ってます。特技はありますか？特技は人にハグすることですかね。ハグ？ハグしてきますね。ちょっと見ること、ちょっと今はちょっとできないかもしれないですけど。そうですか。どんな風にするんですか？あの、縦抱っこすると首に手を巻きついてきて、あの、顔にほっぺたをくっつけてくるような感じをします。たまらないですね。気分じゃないとやらないですか？あ、そうなんですね。なるほど。人を選んだりするんですか？そうですね、多分ね。そうなんだ。悩みはありますか？悩み、はい、何でも結構口に入れてしまうのが悩み。何でもティッシュとか落ちてるものとか口に入れて食べはせない、しないと思うんですけど、ちょっとそれが誤飲っていうか、それが心配ですね。じゃあお散歩する時とかも？そうですね、だいぶ減ってきたので、吸い殻とかね、前は結構口に入れてたりとかしてたの、ちょっと怖かったですね。好きな食べ物とかってありますか？お気に入り。食べ物は基本的におやつは何でも食べます。おお、じゃあご褒美にって。そうですね。好きなおやつって何かあるんですか？なんだろう、今あんまりボーロとかしかあげてないんですけど。犬用の。そうですね。お手入れとかはどうですか？お手入れはお散歩の、帰ってからブラッシングは欠かさずしてます。うーん、あとは1月半に1回トリミングに行ってます。そうなんですね。チャームポイントを教えてください。チャームポイントですか？うん、はい、人懐っこいところですかね。性格。そうですね。麦ちゃん、ありがとうございます。あ、名前が分かってますね。すごい反応する。麦ちゃん、麦ちゃん、コロナが終わったらハグしてね。すいません、ありがとうございました。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。
ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町加村動物病院は猫ワンを応援しています。元気に遊ぶ黒猫のリリちゃん。自分が動かんのかい。レオンくんは寝転んだまま遊ぶ派なんでしょうか。動きません。こちらはポルトガルから届いた動画。ホースの水に夢中のサマールくん。こっちはブラウニーちゃん。芝生が気持ちよさそう。鳥の声の目覚ましを聞かせると嫌がって泣きます。眠たいよ。ごめんねをしているのは三平ちゃん。こちらは茶色ちゃん。2匹とも拾われた子で、この茶色ちゃんはとても衰弱していたんだそうです。今ではこんなに大きくなりました。こちらは春ちゃん。好奇心いっぱい。最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、
松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。かわいい柴犬ちゃん、おとなしいですね。名前は何ですか？はるちゃん。カタカナですか？カタカナで、うわ、寄ってきてくれた。かわいい。何歳ですかね？6歳ですか。どんな犬ですか？おとなしいですよね。おとなしい。女の子。女の子。うわおとなしい。全然泣かない。芝ですかね。悩みはありますか？別にない。別にない。はい、そうですか。じゃあ、お顔を撮らせていただいて。チャームポイントどこですかね。首輪が可愛いね。おとなしい。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。こんにちは。愛媛 CATV の猫ワンという番組なんですけども、はい、ワンちゃんのお話聞かせてもらっていいですか？はい、ありがとうございます。ワンちゃんのお名前と年齢を教えていただいていいですか？ラッキーです。ラッキーちゃん、うん、どうしてラッキーになったんですか？いやラッキーラッキーなこと起きるかなと思ってカタカナでラッキーちゃんですか？はい。おいくつでしょう？8歳です。おー、若風に見えますよね出会いは何だったんですか？いやー、息子と2人で住んどって、はい、これで犬でも飼いたいねいうことで、はい、買っちゃうわけです。ああ、そうなんですね。そうですか。なんていう種類なんですか？タピオンなんですけどね。はい、毛がふさふさなんでね、サマーカットって言ったんです。サマーカットしたら、うん、あんまりパピオンっぽくなくなりましたね。あのね、はい、そう、ね、うん、でもすっきりして、うん、涼しそう。ラッキーちゃんの性格はどうですか？ね、性格はね、人が好き。人が好き。うん、犬あんまり好きじゃない。じゃあ一匹で飼ってらっしゃる。はい。何か特技はありますか？特技はまあ、シッと言ったら座って伏せして転んに言ったら。ひっくり返るぐらいですかね。すごいじゃないですか、うん、そうぐらい。ちょっと見せてもらう。なかなか人次第ね。こっそり見てます。ラッキー、チッとチッとチッと
ちっと。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 もう線は。なくてちっと。あ、しましたよ。素晴らしい。ちっと。ドヤ顔ですね。ラッキーちゃんかっこいい。シットと、うん、伏せと、はい、でコロン言ったらこうひっくり返るんですけどね。伏せはお母さん伏せできますか？って言ったらこうこうするんですけどね。ちょっとやってもらってもいいですか？なかなかせんですね。ラッキーちゃんシット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 伏せ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 泣き伏せ点ですね。伏せからのコロンになるんですか？伏せからのコロン。ちょっと気になるんでしょうね、うん、見せないようにシッと。ラキちゃんラキちゃんシッとシッとシッと。伏せは伏せは伏せ線は。あらもう足でおしこしばっかり。片っぽの耳が立って片っぽが、あ、これはね、はい、中外耳炎になったんです。これ病院通って手術したんですけど、はい、やっぱりこう筋がもういかれてしまって、はい、でこっちがもう垂れてしまってこっちだけピンとなったんですけど。でもそれが可愛いですよね。両方垂れてくれた方が可愛いんだけど。そこが可愛いなと思って。ねえラッキーちゃん、ラッキーちゃんお母さん大好き。お母さん大好きね。何かラッキーちゃんの悩みといえばお母さん何ですか？散歩に行きたがるんですよね。それぐらいかな。散歩に行きたがっていかん、うん、おでも行かんなったらね、うん、逆に困るけん元気すぎるぐらいがいいんじゃないですか、うんうん。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。